アメリカ艦、ワイオミングと交戦中の長州艦隊。ワイオミングの向こう側にいる2隻の洋式艦のうち、いずれかが水野と伊丸。水野と伊丸は、幕末に長州藩が保有した西洋式軍艦。下関戦争でアメリカ海軍と交戦して大破したが、復旧されて、長州政党に際しても幕府軍を迎え撃った。 本館の前身は1843年にイギリスで建造された商船、ランディックである。上位論を唱えて軍備増強を進める長州藩が1863年3月18日に雇用商人の佐藤定次郎を介して購入、購入年の江戸にちなんで水野と今ると解明した。取得価格は2万ドルであった。 日本マストに黄斑と重藩を張った二小ブリックに分類される283トンの木造帆船。蒸気船とする文献もある。もともとは商船であるが、長州藩では十門の大砲を装備させて軍艦として扱った。ワイオミングの攻撃で撃破されつつある長州艦隊。爆発しているのは神術丸で、左奥の二隻のいずれかが水のといる。 長州藩が上位結構に踏み切り下関戦争が始まると、水野とい丸は当時4隻あった長州軍艦の中で、後進丸と並んで積極的に行動した。1863年6月25日のアメリカ商船、ペンブローク攻撃を手始めに、7月8日にはフランス艦、キャンシャンを追跡して同艦が降ろしていたボートを旅客、七月十一日には、 オランダ海軍のコルベット、メデューサと交戦した。メデューサの反撃で、マストキブに一弾を受けたが、死傷者はなかった。しかし、7月16日にアメリカ軍艦、ワイオミングの報復攻撃を受けた際には、本艦は砲弾2発を浴びて大破させられ、両艦2隻が撃沈される敗北を喫した。この戦闘で本艦か。 高新丸の砲弾一発がワイオミングに命中し、アメリカ兵三人、戦士四人負傷という数少ない反撃打を加えている。一方で、一発を味方の陣術丸に誤って命中させてしまう不手際もあった。下関戦争後、本館は復旧工事を受けて再終駅した。第二次長州政党では、幕府砲を迎え撃つために出撃し、 文字上陸戦支援の艦砲射撃を行った際に、小倉藩砲台の反撃で損傷している。後の母親戦争でも、蕎麦、富士見の戦い前に、徴収藩兵を輸送するなどの活動を行った。ありがとうございます。